なんかタコのような形の滑り台ですね。すごいカラフルです。なんか落書きされているような感じですね。あ、違うのかな、これ。これは落書きかな。すごくカラフルですね。なんかピンクのガネーシャのような、ベンチがあったのでちょっと座ってみます。はい、車の中に戻ってきました。こちらの安間公園なんですけどね、まあ、こちらの公園もしっかり整備されていて、とてもね、綺麗な公園でした。まあ、こちらの公園に来るのはですね、もしかしたら初めてかもしれません。実際にね、少し歩いてみたんですけども、公園ということでね、ちょっとした、まあ、滑り台やブランコ、そういったものがね、多少ありました。その他はですね、普通のなんか芝生状の広場になっていまして、犬の散歩をしたりですとか、まあ少しね、こうサッカーのリフティングなどをね、されている方も見られました。最後にですね、ちょっとブランコの方にちょっと行ってみたいと思います。いや、まさかこの年になってですね、このブランコに、この来るとは思いませんでした。Oi. Oi. Oi.